頼むぜ、お前ら。どうやら間に合ったようですな。急ぎ調理に取り掛かります。一つ頭と組まされた時はどうなるかと思ったが、猫ちゃんの飼育係に比べれば幾分マシだったな。ごちゃごちゃ言ってねえで、おとなしく待っとけ。ふん、意気がったって。この試練に勝つのはオイラたちだよ。できたわ。ピビルで間違いないはずよ。おお、めちゃくちゃうまそうだな。シャブルクピビルはシュバラール族が好む香辛料を使った肉料理とマムージャ族伝統の調理法を掛け合わせた料理。数百年続いた戦いの終わりに2つの部族が手を取り合ったことで生まれた融和の証よ。材料も調理法も正しかったようだが、さて。
香り、味、食感、間違いない、まさにシャブルクピビルだ。この料理は二つの部族の架け橋、そのきっかけを作ってくださったのが君たちのお父上さ。ただ材料を揃え、レシピを調べるだけでも作ることはできる。だが君と仲間たちはその製法に加えてヤクテル樹海に刻まれた戦いの歴史まで知ろうとした。世代を超えて悲しき歴史を学ぶ、それこそまさに時代の王とその仲間としてふさわしい行いと言える。あとはシャブルクピビルを平らげさえすれば、食の試練は君たちの勝利だ。実際に食べなければ知ったとは言えないからね。よっしゃ、食うのは大得意だぜ。まだ私たちの敗北が決まったわけではありますまい。さあ改めていただきましょうか。これがシャブルクピビルであることを。やはりな。確かに見た目や製法はシャブルクピビルそのものだが、ウクラマと王女たちのものと比べて香りが足りない。そんなバカな。イブルクの肉を香辛料に漬け込み、地面に掘った穴を釜代わりにして蒸し焼きにする、これぞシャブルクピビルでしょう。なるほど、ジャティーカバナナの葉が手に入らなかったのか。仕方ねえだろうが、てめえが根回ししたせいでどこにもありゃしねえんだからよ。だがウクラマト王女とコーナ王子は手に入れたようだが、私たちのことをより知ろうとすることでね。だからなんだっつうの、葉っぱ一つなくたって大した違いはねえだろ。マムージャ族の文化を象徴する要素の一つを欠いたのだ。この食の試練を完遂したとは言えまい。残念だが君たちは試練に失敗した。ふん、どうでもいいよ、くだらない。最初の時よりずっと強烈でほの暗い意志、とても家族に向けるようなものじゃ。くっ、こんな試練に意味なんてね、奇跡なんざ後でいくらでも覚えばいいんだからな。こいつは二つの部族が平和を築いた象徴。それを知ろうともせず力や計りごとに訴えるような奴らにはシャブルクビビルのうまさはわからねえだろうさ。そんなのわかりたくもないね。
さあ、すべて平らげてこその食の試練だ。言われなくたって全部いただくぜ。冒険者だけじゃなくて宮廷料理人って道もあるんじゃないか。意外と悪くありませんでしたね。見事食の試練を超えた君たちにその証として奇跡を贈ろう。ついに試練もあと一つか。じゃあ僕たちは行くよ。組んだのは皆さんで、いえ、ゾラージャ兄さんやバクージャジャではなくてよかった。素直じゃないにも程がある。みんなもありがとな。おかげで6つ目の秘石が手に入ったぜ。あ、大事なことを忘れてた。あのさ、おかわりはねえのか。あれだけじゃ物足りなくて。